こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、ナイト2000のね、車検の見積もり来ましたよ。まず陸送費往復35万っていうのがありましたよね。その他に、55万ほどかかりますね。すごいですね。全部で90万ということで、まあ、100万にはならなかったんですけども、かなりのやんちゃぶりを発揮してくださいました。まあこんなもんだと思いましたんで、しっかり金は用意してるんですけども、いや、しかしね、今ね、レクサスの、まあ、中古見てるんですけども、セールショーとかね、買えますね、この車検代で。何なんだよと思いますよね。だからこそナイト2000は誇り高くそびえ立ってるんでしょうね、きっとね。いや、嬉しいような気もします、この負担が。なぜならナイト2000トランザム手に入れたくても手に入れられない、その原因の一つがここに車検費用の、ね、この高さっていうのもありますからね。ちょっとまあ車検に関しましては正式に決まりましたらね、また動画を作ってアクセス稼いでちょっとでも車検代を回収したろうかなと思いますけども、いやー、本当にかかりますね。この中でね、ナイト2000独特の車検代というと、車検対策っていうのがあるんですよね。これはダッシュボードを全部取っ払ってね、電装部品を外して車検通してまた組み上げるみたいな手間がかかるんですよね。これが多分レプリカならではの、ナイト2000というレプリカならではのプラスアルファの費用なんだろうなと思いますね。さあ、それでね、アリの戦略とは全く違う話題から始まっちゃったんですけども、私はね、他にもね、なんか車のこの価値っていうのを、まあ、多くの方ご存知だと思いますけども、意外なところに高い車が結構ゴロゴロしてるなっていうの中に、なんかね、全然売れなかった車とか発売台数が少ない車っていうのが逆に今高値を出してきたりとかするんですよね。まあ、その中で今回は売れなかった車ではないんですけども、このナイト2000によく似たね、スープラっていう車をちょっとね見ていこうかと思うんですよ。まあ、スープラもいろんなタイプがありますけども、まさにザ・アメ車、まさにトランザムを丸々コピーしたんじゃないかなみたいなね、ノーズの長くてこうパカパカライトのねスープラがあるわけなんですけども、あれなんてのはそのまんまレプリカしてナイト2000にしてる人もいるぐらいで、もう売り2つなんですよね、トランザムにね。まあ、あれはなかなか今ね市場では手に入りにくくって、とは言ってもR34 ほどではないです。だから R34 のね、やっぱりこう貴重さっていうか人気っていうのが伺えるわけですけども、意外なのがフェアリディ Z ですね。Z33 っていう方が一番人気で、やっぱりね値段が落ちてないんですよ、なかなか。台数も少ないし、で市場に溢れてそれこそ50万前後になっちゃったのが、その後継機種である Z34 ってやつですね。まあこうしてみるとね、なんか何が価値となるかわからないもんですけども、私のトランザムが人気なのはやっぱり映画の力が大きいかなと思います。そこのトランザムという車に人格やストーリーを持たせたっていう点で、まあなんかね、トランザムはいろんな種類があるけども、これはなかなかこのレプリカっていうのは高い人気を博しているのかなと。そして最近ね、デオゴスティーニで、ナイトライダーを作るみたいなやつも、ナイト2000を作るみたいなのも始まったんですよ。で第1号は490円なんですけども、第2号目から1980円ぐらいで、これが月に1本出てね、で110号で完成するらしいんで、2年以上かかるというね、壮大なストーリーでございます。これ私も当然定期購読してるんですけども、総額で20万以上かかるんですが、これを作り終わった時またね次の車検が来て100万前後出ていくみたいなねどういうこっちゃみたいなね。こう考えたら本当にね、稼いでいかないと自分の憧れも叶えられないし、人生ってのは本当にね、一回こっきりですから。人生を振り返った時に、あれもやったこれもやったなのか、あれもできなかったこれもできなかったなのかっていうことで大きく水が分かれるところがあると思うんですよね。まあ私は本当に欲望に忠実にいきたいなと思いますんで、まあ本当に興味がないというか、その気にならなかったら何もしないし、その気になったら全突っ張でそれを取り上げるしって感じですよね。で今その YouTube っていうのがありますんで、まあ、YouTube に自分の記録を残す意味でもどんどん動画をアップロードしていきたいですしね、ついでにそこにアクセスが集まって、まあ、いろんな商品が売れていくっていう流れがあるのがありがたいことだなと思います。でまとめますとね、自分の欲望を叶えようと思ったら、これがしたいあれがしたいっていうふうにはっきりと
なるべく多くの人に発信することだっていうふうに思います。これは昔私が名付けたキティちゃん効果っていうんですけども、そうするとね、こんなのがあるよ、あんなのがあるよって教えてくれる人がいるんですよ。もしくは YouTube でアップロードすると、今日もあったんですけども、久保さんそれ間違えてますよ、本当はこうですよっていうふうに修正してくださる方もいるんですよね。だから発信するってことは得ばっかりと、本当に100里やって一概なしみたいなね、そんなことわざができるんじゃないかなと思いまして、今回のタイトルにさせていただきました。吉田さんもね、ちょっと暗い画面から見えてますけども、まあでも気にしなくてもいいですよ。暗くったってちゃんとトークは冴えてますからね、吉田さんはね。いってらっしゃい。